トリノバイブルレイディオサポーテッドバイ J ハウス。皆さんどうもこんにちは、クリスチャンラジオパーソナリティのトリです。本日話していきたいのは人間関係のコツについてです。皆さんどうですか、人間関係うまくいってますか。この問いかけに対して、はい、僕は人間関係うまくいってるよ、毎日楽しくてたまらないって答えれる人、本当に少ないんじゃないでしょうか。大抵の人は何かしら人間関係については悩み事があるんじゃないでしょうか。本当に人間関係って難しいですよね。僕自身も本当に人間関係には今まで何度も何度も頭を抱えてきたし、悩んだし、まさに今もね、こう人間関係については悩み事もたくさんあります。皆さんに一つ質問なんですけど、どうやったら人間関係ってうまくいくと思いますか。どうやったら目の前にいる人と仲良くうまく楽しくやっていけるんでしょうか。どうですか。まあ皆さん何かしらの答えを持ってるんかなって思うんですけど、今日はいくつかのポイントに分けて、まあ聖書の価値観を元にしながら、少しどうやったら人間関係がうまくいくのか皆さんと共に見ていきたいと思います。皆さんどうですかね、人間関係どんなことで悩んでますか。どんなことで頭を抱えますか。まあ、僕も今までたくさん人間関係については頭を抱えることも多かったんですけど、特に僕が頭を抱えてきたこと、それは人と長時間時間を過ごすっていうことですね。まあ僕こう見えて意外と人とずっと一緒にいるのが苦手なタイプなんですよ。ずっと人といる中で少しはやっぱり一人っきりの時間とか一人で楽しむ時間っていうのがどうしても欲しくなるタイプです。ずっと人と一緒にいるとなかなかこう精神的に疲れてしまって、もう喋ることもなんかしんどくなってくるようなタイプで、やっぱり定期的に一人の時間を持つことが僕にとってはすごく大事で、でもやっぱりね、こう学生時代とか学校にいるとなかなかこう一人になることって難しいじゃないですか。常に人と一緒にいなければならなくて、逆にその一人の時間を作ってしまうと、こう団体から抜け出してしまって、なんかハミゴみたいにねなってしまうと思うんですよ。で、そうならないようにならないように、ちょっとでも人と一緒にいようとするんですよね。でもそれをすればするほど僕自身の心がすごくすり減っていってしんどくなってしまうっていうことが今までにたくさんありました。特に学生時代が多かったですね。まあ、社会人になってからはね、こうまあ、友達付き合いじゃなくて上司とか後輩との関係性で、そんなにこう深いところまでいかないので、まあ、なかなか今は学生時代と比べれば楽なんですけどね。まあ、やっぱり学生時代特に深いところで関わってたので、やっぱりそれだけ悩むことも僕にとってはねすごい多かったです。まあ、人によってはね、こう人と一緒にいることで
なんかこうパワーをもらったりね、楽しさを覚えてしんどくない、いつまでも一緒に誰かといる方が寂しくなくていいとかね、そっちの方がいいんですよっていう人も、まあね、多いんじゃないでしょうか。はたまた僕みたいにね、こうずっと人と一緒にいると疲れちゃうよっていう人も多いと思うんですけど、まあ、それ以外にもね、たくさんの悩み事があると思うんですよね、人それぞれにね。やっぱり人間関係って難しいですよね。皆さんどんなことで悩みます？今悩んでること、過去に悩んだこと、ちょっと頭にね思い浮かべてほしいんですけど、まあ、今日はどうやったら人間関係がうまくいくのかについてのポイントをね、いくつか紹介していきたいと思います。早速いきましょうかね。ポイント一つ目、壁を作らない。これすごく大事ですよね。僕たち人間って結構壁を作りがちなんですよ。例えば性別による壁、まあ、僕とか男性なんですけど、僕は今まで、まあ、僕って男3兄弟の長男として育ってきて、家族の中でお母さんだけが女性なんですよね。それ以外は、まあ、お父さんも弟2人も男性やったんで、男性とこう関わったり話す機会が多かった分、女性にねどう関わっていいのかっていうのがあまり分からなかったんですけどね、まあ、今もあんま分かんないんですけど、その、まあ、そういう家庭で育った分、女性が目の前に現れるとなぜかこう僕自身もどう関わっていいか分からないんで壁を作っちゃうんですよね。こうなんかちょっとでも喋らないように喋らないように、なんかこう逃げてる自分っていうのがいるんですよね、まあ、僕自身はそうやってこう女性に対して壁を作ってる部分ってあるんですけど、まあ、今聞いてらっしゃるリスナーの方も、まあ、女性とかそういう異性だけに関わらず壁を作ってしまってる人って多いんじゃないでしょうか。例えば、まあ、この人は自分よりも年上だからって言ってこう壁を作ってしまってる人もいれば、まあ、僕みたいにこの人は異性だからってことでこう壁を作ってしまってる人、またこの人は年下だからって言って壁を、ね、作ってる人、あとは何ですかね、こう趣味が合わないからとか、学生さんやったらこの人は違うタイプだからとかね、こうまあ陰キャーとかね、こうあの人は陽キャーパリピーとかね、なんかこうね、そういうことでやっぱ壁を作ってしまうんですよね僕たちって。でも壁を作ってしまったらそもそも人間関係うまくいかないんですよ、まあ、それはそうじゃないですか。だって壁を作ってその人と関わらないようにしてるんですから、それはうまくいかないですよね。それは当たり前だと思います。やっぱりこう人間関係うまくいこうと思うと、こうそういった何かしらの壁を作らずに、もう全ての人に対してこう自分から進んで接していく、そういう姿勢がねこう大事なんじゃないかなって思います。まあそれはね、こう壁を作り始めたらいろんな壁ができちゃいますよ。だって他の人ってみんな自分とは違ういますからね、なかなか同じ人なんていないわけですよ。なんで自分と違うものを見た時にそれで壁を作ってしまうと、もう全員に対してねこう壁を作ってしまって、結局一人ぼっちになったり孤独になったりするんで、やっぱり壁を作らないっていうのが
一つのポイントなのかなって思います。はい、これが、まあ、一つ目のポイントなんですけど、じゃあ引き続いてポイント二つ目ですね。ポイントの二つ目は、人の悪いところを見るんではなくて良いところを見る。これもすごい大事なんじゃないかなって思います。結構ね、こういろんな人が相手の愚痴、こう悪いところばっかりを見て、それを陰で愚痴るっていうのをね、こういろんな人がやってると思うんですよ。でもそれって人間関係においてはすごくマイナスなんですよね。だって相手の悪いところを見てしまったら、その悪いところがこう記憶に残って、なんか相手の悪いイメージがね、頭の中に浮かんできて、もう憎しみとか怒りとかしか出てこないじゃないですか。そうなってくると人間関係うまくいくわけがないですよね。まあ、それはやっぱり当たり前なんかなって思います。でもこう僕たち人間ってなぜか人の悪いところとか欠点とかに目がついてしまうような、まあ、生き物で、本当にどうしようもないなと思うんですけど、まあ、そんな中で人間関係うまくいく一つの方法としては、人の悪いところを見るんじゃなくて良いところを見ていく、これがすごく大事だと思います。まあね、人のいいところ悪いところっていうのは、本当に視点の違いだと僕は思いますね。まあ、例えば僕なんかで言うと、まあ、僕結構おちゃらけなタイプなんですよね。こう楽しい感じでウェーイとか言って、ホーとか言いながらこうやるのが結構好きなんですよ。で、周りの人からね、なんかこう軽いとか、なんかお調子乗りとかね、うるさいとか、騒がしい、子供みたいってね、こう言われることが結構多いんですよね。で、まあね、そういう人はね、まあ、僕のそういう部分をそういう悪いようにね、こう見るんですけど、でも僕思うんですよ。それもこう見方を変えればいい方向に見ることができるんですよね。まあ、僕のそのおちゃらけた感じ、こう楽しいフォーって感じ、これってマイナスに見ると確かにこうなんかあんまり信頼できないような、なんかうるさい騒がしいやつみたいに見えてしまうんですけど、でもこれもいい方向で見るとすれば、まあすごい楽天的であんまり悩まないタイプ、細かいこと気にしない、だからこうどん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 前に進んでいけるっていう風な感じで、こうポジティブな方向性に見ることができるんですよね。これってすごく大事なことで、やっぱりその人のいいところを見てあげると、なんかその人についてすごいいいイメージが生まれてきて、まあ、肯定的にね、その人を捉えることができる。そうなってくると人間関係必然的にうまくいくんじゃないですかね。まあ、そりゃそうですよね。こうやっぱり悪いところばっか見てると悪いイメージがあって、なんかこうその人と距離を取ってしまいがちになるんですけど、いいところをポジティブに見ていけば、その人のことがどん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 好きになってって、あ、こんなところもいい、あ、こんなところもいいな、あ、こんなところもええわ、あ、この人ええ人やなって、こうなっていって仲良くなっていくことができると思うんですよ。なんでやっぱり悪いところを見るんじゃなくて良いところを見ていく、これってすごい大事なことなんじゃないでしょうか。まあ、特にね、こう長所と短所って表裏一体で、もう本当に僕たちの見方によって短所にもなるし長所にもなる、それって僕たちの選択なんですよね。もうそれだったらその人の性格を、まあ、短所として見るんじゃなくて長所として見る方を選んでいく、
そうすることで人間関係うまくいくんだっていうのがね、2つ目のポイントです。はい、とじゃあ次が3つ目のポイントなんですけど、3つ目のポイントは自分の話をするんじゃなくて相手の話をよく聞くことです。これもすごく大事なことですよね。結構ね、皆さんこれについてはこう難しさを覚える人多いんじゃないですか。まあね、それはやっぱり人間っていうのは自分のことを発信したくなるし、こう自分の話をちょっとでも聞いてほしいってこう思うこと多いと思うんですよ。まあそれがね、人間なんで、やっぱり自分のこと分かってほしいっていう気持ちが人間のね、心の中にはあるんで、それが前面に押し出してくるとね、こう自分の言いたいことばっかりをこう言ってしまいがちなんですけど、でも自分の言いたいことばっかり言ってしまったらやっぱりその人とうまくいかないと思うんですよ。だって相手にも言いたいことがあるし、聞いてほしいことがある。それを無視して自分の言いたいことだけをこう言い続けてしまうと相手がしんどくなるわけですよ。だから、まあ、人間関係うまくいくためには自分の話したいことをこうペラ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 と話すんではなくて相手の話をまず聞いてあげる。それが一番大事なんじゃないかなって思います。相手がね、こう自分の言いたいこと、話したいこと、聞いてほしいことっていうのをどん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 話してくれれば話してくれるほど、それを僕たちが聞けば聞くほど、まあ、相手はねすごいこう受け入れられてる、聞いてもらえてる、まあ、またストレス発散とかにもねこうなったりしながら受容してもらえてるっていう感情が芽生えて、本当にね、人間関係うまくいくっていうのが、まあ、容易に想像できるんじゃないでしょうか。なんで、まあ、難しいんですけどね、難しいんですけど、まあ、一つ気にしてほしいのはまずは聞く、よく聞く、相手の話を聞いてうなずきをし、相づちをして、そしてまたその話したことに質問して深掘っていく、もうこれが本当に人間関係のコツなんじゃないかって僕は思います。はい、これが3つ目のポイントでした。次が4つ目のポイントなんですけど、4つ目のポイントは自分のペースではなくて相手のペースに合わせるです。これもすごく大事ですよね。やっぱり人間関係ってこう自分のペースを貫き通して、自分のしたいこと、自分がやりたいこと、自分がってこう自分を押し付けてしまうとうまくいかないわけですよ。相手にもしたいことがあるし、相手にもやりたいことがあるし、まあ、相手のペースっていうのがねこうあるんですよね。それを無視して自分のペースを貫き通してしまうと、まあ、それはねどうしてもうまくいかないっていうのは容易に想像ができるんじゃないでしょうか。まあ結局ね、このさっきの3つ目のポイント の相手の話を聞く、相手の、まあ、自分のねこう自分の言いたいことばっかりを言うんじゃなくて相手の話を聞くっていうのと、まあ結局イコールになってくるかもしれないんですけどね、やっぱり自分のペースじゃなくて相手のペースに合わせるのが人間関係のコツです。まあ例えばですよ、僕実は結婚してるんですけどね、まあ、奥さんがいて、こう僕はね田舎育ちで、こう、まあ、滋賀県出身なんですけどね、今は大阪に住んでるんですけど、まあ、僕は滋賀県出身でこう田舎で育って、こうのんびりした地域で育ったんですよね。なので結構性格もまあ穏やかというかのんびりな感じでこう日々過ごしてるんですよね。で僕って結構歩くの遅いんですよ。こうトロ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 歩くんですよね。でもはたまた僕の奥さんっていうのはこう都会育ちなんで、こうまあ都会の人って歩くの早いじゃないですか。こう一
人混みをこうかき分けながらこうシューってこうね、行くのが得意で歩くの早いんですよね。なんでこう僕は歩くの遅いけど妻は歩くのが早くて、こうたまにねこう妻が早すぎて、あ待ってよっていう感じでこうなってしまう時とか、まあ、たまにあるんですけど、でもこうそれがねこう続くと、まあ、僕自身もしんどいこともやっぱ多いんですよね。こう自分のペースがあるんでね。ではたまたこう僕がゆっくりこう歩いてて妻がもっと早く行きたいっていう状況だとね、こう妻もやっぱり僕が遅いのが気に入らなくなってくるんですよね。まあ、そうやってこうお互いがやっぱり違う部分っていうのがあって、その自分のペースお互いが守ってしまうと、まあ、人間関係ってねうまくいかないんですよね。なんでこうコツとしては自分のペースではなくて相手のペースに合わせていく。そしたら相手はそれにこう心地よさを感じて、本当に人間関係がうまくいく、まあ、これはね容易にわかるんじゃないでしょうか。はい、これが4つ目のポイントでした。次が5つ目のポイントなんですけど、相手の気持ちに立って考える。これが6つ目の、あ、ごめんなさい、5つ目ですね。5つ目のポイントです。これも本当に大事ですよね。こうやっぱり人って自分の気持ちにねフォーカスして相手の気持ちってあまり考えないんですよね。こう例えば、まあ、僕とかやったらもう本当に相手のこと考えるの苦手なタイプなんで、例えばこう結婚してない女性がいたとして、僕たまにやっちゃうんですよね。こう結婚ってされてるんですかとかね、こう聞いちゃうんですよね。でもそれってすごく失礼なことというか、結婚してない人に対してこう言うべき言葉じゃないというか、やっぱり結婚してない人で結婚できてないことに悩んでらっしゃる方もおられて、それに対して結婚されてるんですかってこう普通に聞いてしまったら、その人はもしかしたらこうその一言によって傷つくかもしれないじゃないですか。まあ、そういうのが僕はあまりこう鈍感なんでこうズバズバ聞いてしまうんですけど、やっぱそれをすると人間関係うまくいかないっていうのは容易にね想像できるんじゃないでしょうか。やっぱり相手の気持ちに立って相手がどう感じるのか、これを言ったら相手はどう思うんだろう、こんな行動したら相手はどう思うかなっていうのをやっぱり考えて相手の気持ちに立って行動していくこと、これがすごくね大事なんじゃないですかね。やっぱり自分の気持ち中心に考え始めると人間関係ってうまくいかないですよ。うん、はい、これが5つ目のポイントでした。どうですかね、まあ、5つポイントをねこう紹介してきたんですけど、壁を作らない、悪いところじゃなくて良いところを見ていく、自分の話したいことじゃなくて相手の話をよく聞く、相手のペースに合わせていく、そして相手の気持ちに立って物事を考えていく、これがね本当に大事だと思います。でね、一つ考えてほしいんですよ。この、まあ、今紹介した5つのポイント、結局のところ一つにまとめることができないでしょうか。実はできるんですね。何にまとめたらいいと思いますか。シンキングタイムですね。チッ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 、何にまとめたらいいですか。はい、答えはですね、愛です。愛、これまとめたら結局愛なんですよ。皆さん愛って聞いてどんなイメージを持ちますか。なんかこう愛って聞くとね、
なんか甘ったるい恋愛の愛を思い浮かべる人も多いと思います。でもここで言う愛っていうのは、そういった甘ったるい恋愛の愛ではなくて、本気の愛のことを言ってるんですね。本気の愛ってじゃあ何なんかっていうと、一言で言うと自己犠牲の愛です。世の中で考えられている愛っていうのは見返りを求める愛なんですよ。まあ、どういうことかっていうと、私が何々してあげるからあなたも私に何々してね、私が何々をあげるからあなたもこれをちょうだいね、こうそうやって見返りを求めてしまう、これが世の中の愛なんですよね。でもそれって本当の愛ではないんですよ。本当の愛っていうのは見返りを求めずに相手を愛することなんです。例えば相手に何かプレゼントを渡す。世の中の考える愛なら、私があなたにプレゼントをあげるからあなたも私にプレゼントをちょうだいねって心の中でちょっと思いながらプレゼントをあげるのがこの世の愛なんですけど、本当の愛っていうのは別にお返しはいらないから、このプレゼントをあなたのために思ってあなたにあげます、これが本当の愛なんですね。要は受けるよりも与えること、これが愛なんですよ。まあ、結局そうですよね。さっきのポイントに振り返ってみてちょっと考えてほしいんですけど、壁を作らない、これも愛ですよね。相手がどんな人であろうとも自分から相手に歩み寄っていく、これこそまさに自己犠牲の愛であり、受けるよりも与える愛ですよね。でまた相手の悪いところじゃなくて良いところを見ていく、結局これも愛ですよね。嫌なところを見るんじゃなくていいところを見ていく、それを選び取っていく、これも愛ですよね。そして3つ目の、自分の話したいことだけじゃなくて相手の話をたくさん聞いていく、これも結局、自己犠牲の愛ですよね。受けるよりも与えていく、その愛。そして4番目の、自分のペースじゃなくて相手のペースに合わせていくっていうのも結局この自己犠牲の愛につながってくるわけだし、また5番目の相手の気持ちに立って物事を考えていくっていうのも結局自己犠牲の愛につながってくると思うんですよね。だから結局人間関係のコツっていうのは一つにまとめると愛なんですよね。愛が大事なんです。でもね、なかなかじゃあその愛を実践できるかなって思った時になかなか難しいんですよね。どうしても僕たち人間っていうのは自分のことばっかり考えて、自分の何かしたいこととかやりたいことを優先してしまう、そんなやっぱり性格があって、相手に合わせたり相手のやりたいことを、他者を優先することがなかなか難しいんですよね。じゃあどうしたら自己を犠牲にして他者を愛することができるのか、他者から受けることよりも与えることにフォーカスしていくことができるのか、皆さんどうやと思いますか。どうやったらそれができると思いますか。一つの方法があります。それはイエス・キリストを信じることです。これがすごく大事なことです。なぜかというと、イエス・キリストはその自己犠牲の愛を
実践した神様だからです。そう、イエス・キリストっていう神様は地上にいる間、その自己犠牲の愛を完璧に実践した人なんですね。まあ、どういうことかっていうのをちょっと説明したいんですけど、イエス・キリストって皆さん何した人か知ってますかね。イエス・キリストって十字架にかかって死んだんですよ。なんで死んだのかっていうのを皆さん知ってますか。イエス・キリストは人間の罪をあがなうために十字架にかかって死にました。どういうことかというと、人間って罪人なんですよ。生まれながらにして罪を抱えて生きてるんですね。例えば嘘をついたことがありますか。それって罪なんですよ。で、人間に罪があったらどうなるのかっていうと、実は死んだ後地獄に行ってしまうんですね。で、じゃあ思うわけですよ。こう自分のうちにある罪をどうにかしてこう取り去って地獄に行かなくても良いようにしようって人間って考えるんですね。でも残念なことに、人間の中にある罪っていうのは人間の力では取り除くことができないんですね。どうしても無理なんですよ。やっぱり人間って悪いことしちゃうんですよ。だから取り除くことができないんですね。で、その状況をすごくかわいそうに思われた神様が約2000年前にイエス・キリストを地上に送ってくださって、僕たちの人間の罪に対する生贄としてイエス・キリストを十字架に捧げたんですね。見方を変えると、イエス・キリストは自ら人間の罪を全部背負って十字架にかかって死なれたんです。そしてイエス・キリストは死んだだけではなくて、3日目に復活されました。復活されたイエス・キリストは天に昇って神の右の座に着座されました。そのイエス・キリストの十字架の死、イエス・キリストというなだめの捧げ物によって人間の罪が全部許されたんですね。つまり何が言いたいのかっていうと、イエス・キリストは人間の罪を許すために、人間が地獄に行かないようにするために自分自身を犠牲にして捧げたんですよ。これが本当の愛なんですね。自分の命をも捧げる、自分の都合ではなくて相手の都合を考えて自分自身を捨てる、これが本当の愛なんです。だからこそイエス・キリストを信じることが必要なんですね。イエス・キリストを信じたら僕らの罪は許されて、地獄じゃなくて永遠の天国への切符が与えられます。それと同時に聖霊様が実は与えられるんですね。この聖霊様の力によって私たちはイエス様が自己犠牲の愛をもって他の人を愛したように人を愛することができるようになるんですね。だからイエス・キリストを信じることが必要なんです。はい、皆さんどうでしょうか。この話を聞いてどう思われましたか。まあ、人間関係本当にいろんな悩みあると思うんですけど、もうね、悩まなくていいんですよ。イエス・キリストを信じれば他者を無条件で愛することができます。受けることにフォーカスするんじゃなくて与えることにフォーカスすることができるようになります。自己犠牲の愛を持って他の人を愛することができます。ぜひとも
イエス・キリストを信じましょう。人間関係必ずうまくいきます。もしこの話を聞いて、少しでも興味が出た方、一度お近くのキリスト教会に足を運んでみてください。教会の信徒があなたを導いてくれるんで、一回でもね、行ってそのイエス・キリストの精神を学んでみてください。今日はこの辺にしたいと思います。ちょっとね長くなったんですけど、最後まで聞いてくださってありがとうございました。また、鳥のバイブルレイディオたまに更新したいと思いますんで、ちょっとでもね気になった方はまた聞いてくださればなと思います。それでは、本日はこの辺にしたいと思います。ありがとうございました。さよなら。